ジャン君、シルエットでおはやを。後ろが明るいので完全に黒い猫のシルエットになっております。そしてあ、もう一個黒いシルエットかと思ったらポンちゃんでした。ポンちゃんの方がまだ映ってるね。日が当たっている部分があるので、あ、ジャン君も映るようになった。ポンちゃんを映してからだとジャン君が明るく撮れる。あ、だいぶ暗くなってきた。なるほど。行くよ。行くよ、ジャン君。ほら。あ、映ってる、映ってる。はい、暗くなってきた。カメラの神秘です。暗いところに持っていくと、明るく映ります。そして、窓が6割くらいになると、シルエットになります。こういうものです。今、窓の外でですね、何の予告もなしに花火が打ち上がり始めました、コロナの間はこういうことがありますよね。多分この方向は、我が町ではなく隣町かな。え、そうなの？うん、多分温泉街のとこだと思うんだけど、あ、でも打ち上がっている場所がわかる。下の方だから、この町っていうか、毎年やっている花火大会では山の頂上から打つんだけど、下の方だね。個人的にやってんのかな。え、こんな大きいやつを、うん、今日さ、上皇様お誕生日だからかな。あ、そういうのもあるのかな。まあ、いつもよりも真正面で見えて嬉しいです。ちょっと小さめではあるけどね、あの一玉ごとはね、いつもより場所が低いから、うん、あのなんかさ、あそこの道のあたりから出てんだよね。はい、きっと情報はそのうち回ってくるんでしょう。そして終わったかもしれないね。5分だったね。はい、ジャン君は花火の音でちょっと逃げ腰でしたが戻ってきました。もう何にもないよ。ちょっとだけ。ああ、そうね。窓の外の朝顔はすっかり撮ってしまいました。ということで、ジャン君、怖かったけど、大丈夫だったでしょ？